するんですか。今日はエビのあれ何ですかね、マヨネーズ焼き、マヨネーズ焼き、なんかグラタンっぽいな。そうですね、はい、はい、あれが居酒屋さんでこの間出てめっちゃ美味しかったですね。でそれすぐ真似するという。そうですね、真似してみます、はい、でも作り方は全く聞いておりませんので、はい、そうですね、オリジナルというか、はい、勝手な想像で作っていきます。見た感じですね。はい。はい、やっていきましょう。はい、というわけでということで、はい、エビプアニューギニア産の、まあ、ブラックタイガーというか、う、牛エビですかね、ブラックタイガーは。牛エビ、日本にも牛エビというでかいエビがいるんです。あ、タイガー、タイガージェットシーン、タイガー、あー、ごめんなさい、ごめんなさい、危ない危ない危ない。タイガージェットシーンは地獄好きの人ですね。まあ、それアブドルザブッチャーか。はい、まあ、あのフェンシングのあれみたいなのを持ってるやつですかね。なんか、はい、そうインド人かな。タイガージェットシーン、はい、あら、もうちょっと大きいかなと思ったんだけど、あ、まあでも写真通りでかいはでかいですね、はい、本当に。どんぐらいだ、15、20センチぐらいもっとありますね、23センチぐらいですか、うん、あれはどうしてましたっけ、半分に来てました、半分に来てました、ちょうどここからこの辺からパッてやって、カパッてやって、丸るのに1匹やります。さすがに無理だ、はい、半分に切るのも難しそうですけどね。等量弾エルディタイザーします、ね、頭は頭で取っていいんですよね。頭ごとじゃなかったですね。頭ごと確か、はい、頭ごとだった。難しそうじゃない、こういくってことですよね。はい、逆がいいところなんですね、うん、力がいいかもしれません、入りやすそう。一刀両断エルディザーいきますよ。おー、いけるじゃないですか。いけそうですね。いや、硬い硬い、止まってしまった。小田さん、硬い、これ断鉄剣に切れぬものはない。はい、まあ、そっちがいいかもしれないですね。重さで切る、はい、あ、おら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 、なんか切るというより潰しちゃう感じになっちゃいますね。いくぞ、うん、そっちが良さそう。はい、この重いやつで、はい、お、あ、切れてはいるかな。切れます、はい。切れてはいる。うん、切れた、切れました、ナイスです。はい、こういうことですね。うわ、味噌がすごい。そしたら、それ小玉さんに切ってもらおう。はい、切ります。じゃあ、気がかりします。そして、こっちをこれでこそぎ出すんですよね。あ、そうなんですか。もうコマをやります。なんか、そのまま焼いてたのかなと思って。あ、そっか、そしたらペロって取れますかね。はいはい、じゃあそのままでいいですね。じゃあ俺、することありません。チーズと何だったっけな、すりおろしにんにくとか、はい、あ、ワインでこう味付けじゃないですけど、はい、これ大丈夫ですか。これ大丈夫です。酢です。ワインです。ビネグルです。音ワイン、はい。と、マヨネーズとあと塩コショウとか、はい、はい、ですからそれをちょっと白ワインを振りかけてください。はい、もうこれ使い切りますね。はい、なんかおしゃれなとここうして、あー、回してますよね。こうして指の汁が、指の汁が。指汁も、指汁も旨味です。料理人の指汁も、そうですよ、はい、旨味です。もうね、お寿司なんてその入れるんですか。生魚と米をおじさんがにぎにぎしたやつですからね、はい、マヨネーズが先だな。でも女性は、あの、体温が高いから握るのがなんたらとか、はい、やりますよね、昔から。そういうあれがあるんですかね、はい、手があったかいからって。へえ、でも冷え性女性の方が多いですよね。そうですね。しかも女性が握った方がなんかいい。そうですね、さっきの表現で言うとですね、そうですね、はい、女の人が生魚と米を握ったものよりその方がいいですね。おじさんが生魚と米を握りにしたやつより。いや、もう誰が握っても美味しいですよ。そうですよ、結局寿司職人のおじさんが一番美味しいですからね、うん、握ったやつがですね。おじさんが美味しくはない。おじさんは美味しくないです。はい、出ました、八田くん、おっさんずら。アルミホイルでも美味しいですからね。3匹切れば6つできるんだ。そうですね。どうしましょう、みんな分食えますね。どうしましょう、じゃあ全部両断していいですかね。はい、行きましょう。味付けはじゃあこれだけで、
と、塩コショウとか、ニンニクも塗ってみました。あ、ニンニク塗ってないっす。ちょっとつければいい感じで、もう香り付けになるだけ、はい、じゃあ次からニンニクつけますね、はい、はい、わー、塩ワインがすごいです、うん、ボージョレですよ、ボージョレ、乳房が、あ、そろそろ乳房来ますね、はい、はい、こんぐらいずつプリッてして伸ばそうかな、うん、正解。わ、確かに白ワインの香りがすごい。すごいですよ。酔っ払ってきた。早くないですか。いいし、いいし。伸ばして伸ばして。寄せて寄せて、上げて上げて。お、乳房。乳房。して、おまよさんの塩コショウ持っていいですけ。塩コショウも、はい。まあ、微調整ですね。味の微調整。これも美味しい。ああ、クレイジー。はい。クレイジーバージョン。ダイヤモンド。ダイヤモンド砕けません。はい。オラオラ。あれ、クレイジーダイヤモンドもオラオラでした。ドラドラですね。あ、ドラドラ。ドラドラ、マンガン。ドラドラ。こっちは普通の味塩コショウで。はい。さあ、どれに当たるか分かりません。はい。そういうガチャ的な要素も。こっちで乗っけようかな、チーズを。もう置く場所で分かりますけどね。ガチャ的なやつありません。よし、はい、はい、ありがとうございます。できました。これがとりあえずでも4つぐらいしか乗らないっぽいので、はい、あと残りは別のところでやりますかね、はい、とりあえずこれはこれで、はい、じゃあこんな感じで味付けして、はい、焼きます。そのままもう焼くだけで、焼くだけでいいですかね、はい、多分いいはずです、はいはい、じゃあこれで焼いていきます。パセリを乗せればよかったかな。パセリ最後にパセリっすか。はい、はい、あ、いいですね、はい、じゃあこれで、はい、焼いていきましょう。残りも別のところでちょっと焼いていきます。はい、はい、じゃあスタートです。じゃあ焼いていきましょう、はい、いきます。はい、では焼けましたので、はい、オープン。おお、うまそうな焦げ目。ちょっとひねくれて曲がってしまったようですが、まあやっぱり筋切りみたいな設定考えたんでしょうか ね。まあ、まあ、味は、はいはい、変わりませんので、はい、じゃあ出していきますか。はい、てかこれめっちゃ便利ですね、本当。グリルもオーブンも。これ高かったんですか。これどうやったんですかね。でもお高いんでしょ。なんかカズさんと一緒に買った。あ、そうですか。おすすめですか、カズさん。じゃあ間違いないでしょう。はい、これ買うんやけど一緒に買わんかみたいな。そういう買い方ですか。はい、はい、というわけで食べます。食べちゃいます。はい、食べましょう。はいはい、はい、それではこのいい天気のもと、はい、外で食べていきましょうか。はい、ちょっと暑いぐらいありますね。はい、暑い、はい、いただきます。いただきます。じゃあ、あの味と同じような味なんですかね。ちょっとこう頭、あー、ポッてやったらそのままもう全部取れちゃいますね。マジか。ほんとだ。おお、いただきます。うん、うまーい。うまっ。エビ最高。うん、そう、近いですね。うん、近づいてる。はい、同じ作り方かどうかは分かんないですけど、うん、味噌とかもうめ、うん、そう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 、味噌のね。味噌うめ。うん、うん、これうまい。エビってやっぱり正義ですね、うんうん、日本人が世界中で一番エビを食べてるのかな、うん、あ、そうなんですか。確かそんなことを習ったような気がします。いや、でも食べますよ。大好きですもん。逆になんで世界の人食わないんだろう。食べてると思いますよ。食べてるんですか、ね、日本人が異常に食いすぎなんて。簡単、うん、まあちょっとエビを一刀両断するのに手こずるぐらいで、あとは簡単にポロッと身も取れるし、うん、おいしい。エビ嫌いの子供に食べさせてください。アレルギーの人は食べないじゃない。それは間違いない。ということで、はい、今回はエビを真っ二つにして、うん、エビのマヨネーズ焼きを作ってみました。はい、お酒飲みたくなるやつです。本当に。もうこう言おうかなと思ったけど今日はやめておこうと思って。やっぱり飲みたくなりました。ですね、ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいし、はい。